タノールを。頼まれていたものはできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。では課題も終わりましたので、自由研究の内容を決めたいと思います。提案のある方はどうぞ。はいはい、いろんなお薬を作りたいです。肌が緑色とか紫色になる薬と。そんな薬作ってどうすんのよ。フィロ、作り方はわかるの？ううん、でも大丈夫、みんなで頑張れば。現実的ではないな。そういうロクシス君は？いくつか論文をまとめてみた。これをそのまま提出しようと思っているんだな。それじゃロクシス一人の手柄になっちゃうじゃん。反対するからには何か意見があるんだろうな。そこら辺の段ボールでロボットでも作ればいいんじゃない？今時子供でも作りませんよ。私はね、みんなでお芝居をすればいいと思うの。それじゃ自由研究じゃなくて学芸会じゃない。はあ、まとまりませんね。まったく、研究だの何か作ろうだの、だからお前たちはダメなのだ。何を偉そうに。そういう軍ちゃんはいいアイディアあるの？無論だ。手間も時間もかからず、ものによっては評価も悪くない自由研究。それはズバリ遺跡の発掘だ。遺跡ですか？マナ遺跡の奥地に旧錬金術時代の遺跡がある。そこをひたすら掘る。確かに見つかれば一瞬で終わるけど。ですが、確かその遺跡は3年生からでないと探索を許可されないのでは？3年生ならここにいるではないか。え？ふーちゃん進級してたの？残念だわ。ブンナル君はずっと卒業できないと思ってたのに。ウェイ！俺様の学年などどうでもいい。それよりさっさと準備をせんか。もう発掘で決定なんですか？そんなに簡単に見つかるとも思えませんが。試しにやってみようか。見つからなければまた考えればいいし。うん、そうしよっか。面白そうなことを考えているじゃないか。Thank you.
し行くぞ。目指すはマナ遺跡の奥地。おう。
到着。さあ、怪しいところは片っ端から掘り返すぞ。あの、思ったんですけど、大丈夫なんですか？学校の遺跡なのに。平気だろう。重要な遺跡であればそれなりに保護されているはずだ。ま、この際気にしないってことで。よくわからんが、でかしたぞ、ベイン。見たこともない物質だな。早く持って帰ろう。温めたら何か出てきたりして。待ちな。そいつは置いてってもらおうか。おお、三下コンビではないか。久しぶりだな。誰が三下だ。誰が。先輩、この方たちは。ただのやられキャラだ。名前を覚える必要もなかろう。この言うにこと書いて。とにかくその卵は俺たちがもらっていく。ごめんなさいね、この人あなたたちの邪魔するのが生きがいみたいで。ひとごとみたいに言うな。今回は乗り気じゃないのよね。頼まれたわけでもないし。なら俺一人でやる。お前は帰れ。あらあら、すねちゃって。かわいいんだから。かわいいとか言うな。あの、夫婦漫才ならよそでやってくんない？誰が夫婦だ。ああ、もうどんどん話が変な方向に。とにかく力ずくでもいただいていくからな。
り変わってないわね。お前はもう少し悔しがれ。クソ、覚えてろよ。捨て台詞まで完璧なやられキャラだな。結局何しに来たんだろう。あの、無駄な時間を使いましたね。早くアトリエに戻りましょう。無駄な時間って何気に言うねん、アンナ。けど、なんだろうね、これ。壺でしょうか。金属のようですけど。やはり、ちゃんとした自由研究を用意した方が。心配するな。どこからどう見ても超古代文明の品ではないか。それっぽいといえばそれっぽいけど、ねえ。このまま提出しても、ただの置物だし。うるさい奴ら、めどれ貸してみろ。ギシッギシッ。何を。お湯ならショックを与えると動くな。売れ売れ。ダメですよ。壊れちゃったら元も子もないですし。割れたらまた拾ってくればいいじゃないか。やだよ、めんどくさい。あれ、今動いたような気がするけど。え、本当か。はい、確かに震えて。うわ、ついに目覚めの時が来たか。あれからどれほどの時が流れたか。この星に漂着し身動きが取れなくなってから早2000宇宙時間だが、ついに、ついにこの時が。母星からの救援が来たのではないのか。しかも他星の生物と接触してしまうなんて。宇宙法に照らせば極刑は必至。こうなったらこいつらを消すしか。さっき、やっぱりこいつやばいよ。うろたえているな、下等生物どもめ。だが手遅れだ。くらえ。む、壊れている。いかん、兵器のほとんどが。敵というのであれば容赦せん。たとえそれが自由研究の課題だとしても。このままでは。そうだ、通訳機能は。第三辺境惑星言語は、これか。友達。
うするんです？もう少し様子を見るか。部員、コンタクトを取ってみろ。え、あ、はい。あの、ニーハオ？に、ムーペックんだよね。君は何者なの？どうする？なんとかごまかさなくては。留学生です。うわー、本当？じゃあこれから一緒にお勉強ができるんだね。ピロ、騙されちゃダメ。どう見ても人間じゃないじゃん。母親になんです。母性的な母親だな。それはぜひ会ってみたいですね。みんなそういうことじゃないから。錬金術と言ったな。どれどれ、データベースによると、おほー、これは錬金術を学べば宇宙船も直せる。よし。あの、本当に学生なの？とてもそうは。本当、マジ、こう見えても17歳。それじゃあ同い年だね。簡単に話に乗せられないで。もうニケちゃん、ちょっと黙ってて。うちが邪魔者なの？ロクシーとパメラもなんか言ってやってよ。可愛くないからどうでもいいわ。すまないが、そっちの世界には足を踏み入れたくない。そんな見方してよ。よし、では貴様も今日から我がアトリエの一員だ。やったー。はあ、しかも話が進んでる。そういえば入学の手続きとかは済んでるの？手続き？やっぱりまだだよね。でも急げだ。何、最高権力者を脅せば一発だ。脅すって？それじゃあ早く行こうよ。つまり彼がこの学園に入学したいと。そうだ、さっさと許可を出せ。いや、そう言われてもだね、いろいろと厳しい入学審査があって。それじゃあムーペ君ダメなんですか？ひどい。ひどいって、せめて身分を証明するものとか。それなら頭についてる。頭？赤い玉は王族のみ装着が許される高貴な証。王族？そうだったのか。一体どこの王族なのかね。それはどこか適当な地名を。ワイハ。ワイハ？そんな王国あったかな。仮にも校長ともあろうものが知らんのか。いや、ちょっとどうするよ。ああ、ワイハね。うん、若い頃はよく行ったよ。先輩、ワイハって一体？そんなもの知るか。いいから話を合わせておき。そうだろうそうだろう、あそこはいい国だな。そうですね、夏は涼しくて冬は暖かくて。
そう、食べ物が美味しいんだよね。おお、君たちも行ったことあるのかね。いいよね、ワイハ。うまくいったのか。ワイハの王族なら問題なしだ。うん、よし、君の入学を許可しよう。やった、よかったね、ムーペ君。ムー、嬉しい、感謝。扱いやすい男よ。いいんでしょうか、こんな簡単に入学できて。終わりよければ全てよしだ。遺跡から発掘されたムーペは僕たちの仲間になった。本当は自由研究として提出されるはずだったのに。このアトリエにはいろんな人がいるけど、なんというか飛び抜けて個性的な人だと思う。果たして彼は何者なのか、一体どこから来たのか、この時の僕らはまだ知る由もなかった。こんな山奥に引っ込んで何を始めるのかと思ったら正気なの？もちろんさ、もう他にやるべきことなど思いつかない。そう、まあ応援してるわ。でも楽しみね、あなたに子供ができるなんて。子供？そう言えなくもないか。生まれたら名前はどうするの？そうだな。休み終わっちゃった。課題とか自由研究とかであまり休みって感じもしなかったけどね。課題か、今日からまた授業で課題が出るのに。だらけてないでシャキッとしてください。そうそう、もうすぐ学園祭もあるし元気出そう。去年は散々だったわね、ピロちゃんがロクシス君に誘拐されて。誘拐？ロクシス先輩、なんてことを。私がやったわけじゃない。そうだ、学園祭のことなら少しだけ噂を耳にした。おお、何？何をやるの？学園横断ウルトラ錬金クイズだそうだ。何それ？詳しくは知らないが、二人一組で錬金術に関する問題に答えていくらしい。クイズか、それなら私でも参加できそう。誰と一緒に出ようかな。学園祭までにゆっくり考えればいいんじゃないかな。それもそうだね、ちょっと楽しみになってきたかも。やる気が出たところで頑張って課題をこなしましょう。課題か、めんどくさい。急にやる気をなくさないでください。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。はい、材料取ってきたわよ。見ろ、上々の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。